タール左サイドから中には持ち込めない、後ろから椎名、そして佐々木陽次、ニアから決めた決めた、斉藤、佐々木陽次からのボールを斉藤が決めました。先制はカターレ富山。なかなか攻め手がなかった富山ですが、ここまでの流れの中で少ないチャンスものにしました。斉藤はこれで今シーズン4ゴール目になります。ニアからよくコースを変えて決めました。先制はカターレ富山。